どうも大之助です。じゃあ今回もキングダムラッシュフロンティアやっていきましょう。厳密に言ったらフロンティアーズかもしれないですけど、さあそんな意見は無視して、で前回どこ行くかっていう、どこやったかっていうと、この黄昏の館っていう、まあ、お化け屋敷の中のあのヴァンパイアのねじろを叩いたんですよね。めっちゃ強かった。あのボスも強かったんですけど、ボスもさることながら、その取り巻きの雑魚キャラのヴァンパイアが雑魚キャラじゃないですよね。魔法防御めっちゃ硬いし、であのダメージ、特定のダメージ与えたらなんか回復してくるし、やりにくかったけど、なんとか勝ちましたね。で次はダークライト動物、暗いのか赤いのか分かんないですね。であのドワーフたちが戦ってたあの地下深くで、あのトカゲのボスをまだ倒してないんで倒しに行きましょうってやつですね。俺らが同盟者のドワーフたちが失われた王国ロリアを探している時、トカゲ族の秘密のトンネルネットワークを偶然発見した。トカゲ族の大軍が地上を目指している。だからトカゲをクレイジーが好きすぎて、クレイジーって言うんだった。クシージの足元にひざまつかせることが目的ということで、そのクシージーを倒しに行きましょう。なぜリネリアの王はデナスだけなんだから、キングデナスってあのキングダムラッシュの無印の方で出てきた王様っすね。みんなこれはよく見ておいた方がいい。なんてことだ、穴が開いてる。トカゲ軍が我らの足元で秘密の通路を作っている。これを早く上層部に言った方が良さそうだっていう風に思ってたら気づかれたの。レッドカム始まりました。でまた今回もドワーフ軍勢がいるということなんですけど、カサーダイメヌ、ここね、まあこれキングダムラッシュやったことある人は分かるかもしれないですけど、とんでもないトラウマステージなんですよ。どうしようかな。いやここはバトルメーカー作るんですけど、このネクロマンサーかな。まずは中央集権型通貨 CBDC を作っておいて、ここはまずネクロマンサー。 Might and magic. With me I bring death. で That still counts as one. どうしよっかな。その次にまず先にドワーフ作るか。だけどここにもいい人は、いやー、このステージはねマジでしゃくれてた。あのバトルメカが命運を分けますね。まあ、百聞は一見にしかず早速やっていきましょう。というかドクロ多すぎだろ、骸骨多すぎだろ、恐ろしい。さあ行きましょう。今回抜かれちゃいけない場所は1箇所だけなんで、その周りを固めておけばいいんですけど、思考停止して戦ってみるか。Curse is upon you. Freedom. Reloaded. Ransom, get some. Payment is fair.テレポーターが序盤から飛んでます。ここにもネクロマンサーを置いておこう。Might and magic. じゃあまずファイヤーレンジャー、ネクロマンサーを置いておこう。ボーンアトロン、ネクロマンサーで。このステージ、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 Payment is fair. Let Mega Online Hagam and Fragam. Freedom.
レード最後までやってたんですけど、最後までハートが出てくる、ナルディアンディスコで葉っぱに。いやー、そうかったなー。いや、ライフを2つ奪う、後輩の攻撃。完璧な精度を実現するための訓練を受けたエリートトカゲ。もう、トカゲ登ったなー。攻撃力自体は12から22なんですけど、ちょっと見ましたか、 こいつこの遠距離攻撃してくるんですよ。えぐくないですか。死んじゃうし、あ、いかん、変なとこした。最終防衛ラインで終わったんで、よしよ。Fear the Ripper! Fear the Ripper! スケルトン、スケルトンリーダーじゃない。頑張ってる。出た。ダッシュ繋がらなかったから。
We'll be right back.
メージを…あ、やべ、変なとこした。トカゲオークシージを倒す。よっしゃー、強かった強かった。というかサウリアンデスコイルの軍勢がマジで強かった。マジ発狂もんやわ。よっしゃー、あとは残すはね、海のステージですね。あー、海のステージね、本当に楽しくて難しい、あのキングダムラッシュフロンティアの一番いいステージなんで、まあ3ステージあるんですけど、それ次回クリアしていきましょう。じゃあ今回はここまで、最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。